こんにちは。グローバル社会と人権についてやっていきましょう。まずは発展途上国の社会的弱者についてです。人権の保障が特に重要なのは、社会の中で弱い立場に置かれている人たちです。世界的に見ても、例えば発展途上国には貧困が理由で学校に通えない子どもたちが多くおり、大人になっても貧困から抜け出すことが難しい状況に置かれています。また、世界各地には性別による偏見から学校に通うことが許されない女性が多くいるんです。性別を問わず、すべての子どもたちが教育を受けられる環境を整え、教育を受ける権利を保障することが求められているんです。続いて、人権保障の国際的な広がりについてです。人権は、すべての人間が生まれながらにして持つ権利であり、世界共通で保障されるべきものです。そこで、国際連合を中心に、1948年に世界人権宣言が採択され、各国の人権保障の模範となっています。さらに、1966年に国際人権規約が採択され、こちらは世界人権宣言とは違い、条約として批准した国に人権保障を義務付けているんです。国際的な人権保障のための条約には、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、障害者権利条約などがあるんです。こうした条約は、締約国での人権保障の向上に大きく役立っています。例えば、日本では女子差別撤廃条約の批准を受けて、男女雇用機会均等法が制定され、男女の平等が向上しました。また、カナダなどに住むイヌイットやオーストラリアのアボリジニ、日本のアイヌ民族などの先住民族の権利を保障する国際的な努力によって、2007年には国連で先住民族の権利に関する国連宣言が採択されました。人権保障は、2006年に設置された国連人権理事会が大きな役割を果たしております。国連加盟国の人権保障の状況を調査し、問題がある場合には改善を勧告しているんです。続いて、グローバル社会における人権保障についてです。近年では、国際的な人権保障を実現するために、国境を越えて活動する非営利、利益を求めない民間組織である NGO、非政府組織も活躍しています。NGO が様々な国際会議などに参加し、条約の締結に影響を与える例も見られているんです。グローバル化が進んだ近年では、様々な社会問題が地球規模で起こっています。環境の汚染は国境を越えて広がり、武力紛争やテロリズムの影響は一国だけにとどまらず、解決には国際的な協力が重要です。こうした状況の中では、人権保障も国際社会全体で実現していくための努力が必要です。今回は以上になります。お疲れ様でした。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。概要欄に私が作っているサイトのリンクがありますので、よかったら活用してみてください。もももっと社会チャンネル。ああ。